コナミさん、ガチでやばいって。さすがに。はい、どうも、改めましてメッセです。よろしくお願いします。いや、本日はですね、ついにこの話題にね、触れようと思います。まあ、今までね、触れてこなかったんですけど、ついにこの話題に触れたいと思います。そう、回線が重すぎる問題。まあ、今までね、この話題にね、触れてこなかったのは、まあ、一つはね、通信業界系のね、知識がないっていうのと、プラスもう一つはこの回線問題に触れたところで結局はね、もう文句しか出ないというか、どうこう議論する余地がないというか、もうただ文句言うだけの動画になるなと思ったので、まあ今までね、あえて動画一本の動画にはしてこなかったんですけど、いやもうね、ちょっとさすがに耐えられない事態がありまして、まあこの動画を出すきっかけになったんですけど、まあ見てもらったら早いか、こちらの映像をね、ご覧ください。どうぞ。これがね、今まさに開催中のね、国体予選の映像なんですけど、まあ俺もね、参加してて、実際に試合したらこんな感じ。やばくない？わかる？このガックガク。むっちゃ重いんすよ。ボタンを押してもね、反応しなかったりだとか、もう選手が硬直したりとかはね、もう全然ザラ。もうやばいです。もう、で、たまたまね、一試合とかそういうのじゃなくて、もうほぼ全試合ですね。全試合めちゃくちゃ重い。まあ前置きはこれぐらいにして、早速ね、まあ文句をね、言っていこうと思うんですけど、もういつも通りね、その場の勢いでね、話し始めると、いろいろね、言っちゃいけないこととか、度が過ぎた暴言とかね、出てしまう可能性があるので、スライドを作ってきました。はい。ははは。スライド系配信者です。はい、ということで、スライドの方、見ていきましょう。さあ、ということでね、早速やっていこうと思いますが、e フットボールにおける回線問題について、ということでやっていきたいと思います。で、先ほども言いましたけど、はい、今回の動画ですね、目的としては、はい、そうです、文句を言うだけです。はい、もう、ひたすら、この後の時間、全部フルで使って、フルで文句言います。はい。で、イーフトって、そもそもね、なんでこんな重いのって原因はってね、疑問に思う方いると思うんですけど、はい、これもですね、先ほどから繰り返している通り、知らん。うん、何にもわからん。なんでこんな重いのかね、もうさっぱりわかんないっすね。で、俺はね、据え置き勢なので、まあ、据え置き版の方のね、回線問題に関してね、今日は中心に話していこうと思うんですけれども、まずですね、まあ、今回の大会を一旦置いといてですね、PS4、PS5 間のね、この重さがね、だいぶ前からね、言われてるんですよ。もうとにかくね、これツイート、実際のツイートね、拾ったんですけれども、イーフト PS4 でブロキャス配信やめてくれ、クソ重い、勝っても嬉しくねえとか、イーフトを PS4 と PS5 間で隔離すると思う、ね、隔離した方がいいとか、もう本当にね、もう PS4 と対戦させるのやめろみたいな、もう不満がね、もう出るわ出るわで、もうとにかく重いらしいんですよ。まあ、実際ね、まあ重いなって感じる試合はちょくちょくあるんですけど、まあ、いちいちね、俺の方でそのね、対戦相手が PS4 だったかどうかっていう確認はしてなくて、ただね、まあ、今回こういう動画上げる上で、まあ、ちょっとね、対戦相手のね、プロフィールからPS4 でやってるのか PS5 でやってるのかっていうのが分かるので確認したんですけど、ね、結構いた。思ってる以上にいましたね。半分いくかいかないかぐらいかな、まあ、約半数ぐらいがプレステ4版でのね、 e フットボールをやってました。はい。で、めちゃくちゃね、このツイート見てもらえれば分かる通り過激派というかね、結構神経質になってる人多くて、もう PS4 のね、イーフトやめろみたいな、やるんじゃねえみたいな、結構ね、ヘイトが PS4 勢に向いている部分はかなりね、あるんですけど、俺個人的な意見ですよ。俺個人的な意見としては、PS4 みはね、悪くないと思います。うん。これマッチングさせてるコナミさんが悪いよね。うん。重くなる動向はね、もうそのコナミさんの関係なんで、結局ね、プレステ4でもできますよって、で、プレステ4の人もね、別にプレステ5と当たりたいですって言ってやってるわけじゃないんで、意図せず、普通にフットボールを楽しもうとして、
プレステ4版でイフトやってる人はもう何にも悪くないです。まあ、ただね、これね、俺もね、ちょっと一人怪しい人というか、わかんない。こういうツイートをね、ちょっとエゴさしてるときに、なんか意図的にプレステ4でね、プレイしてるやついるぞみたいな話があって、またまたと思って、俺、さっきも言った通りさ、その対戦履歴を確認したら、マジでいて、プレステ5でプレステ4版もプレイできるんですよ。で、なぜか、プレステ5なのに、プレステ5版でできるのに、あえてね、このプレステ4版でやってる、イーフト勢がいて、いやー、わかんない。わざとやってたら、ちょっと悪い人だよね。意図的にその、ね、重さというかをなんか逆手にとって、ね、勝率上げたりとかって、もしやってるやつがいたら、そいつらはクズですね。はい。まあ、なので、これの解決策としては、もう、コナミさんにマッチング分けませんかって、そう思うわ。で、その絡みでね、皆さんもご存知の通り、クロスプレイっていうのがね、数年前、2021年ぐらいだったかな、この記事が。はい、一番最初に出たね、記事がこれなんですけど、まあ、デバイスを超えた対戦ということで、プレイ5、プレイ4、まあ、Xbox だとか、スチーム版、パソコン版ですね。パソコン版だったりだとか、みんなもね、やっぱ大勢やってるスマホ版。まあ、プレステ4とプレステ5でさ、こんなにね、問題が出てるんだったら、まあ、そもそもね、このクロスプレイがね、まだ有効かどうかわかんないというか、開発されてんのかどうかすら怪しいんですけど、もし今後ね、クロスプレイが実装されるとしたら、リーグ戦はね、もうやめといた方がいいかなって。やっぱね、プレステ4とプレステ5間でのね、この通信対戦ですらもうね、重さを感じてるっていう人が大勢いる状況で、もうアプリとかやったらね、もう顔、世紀末よ、北斗の拳の世界になっちゃうから。で、次にね、まあ話したいのが、まあ冒頭でもね、お話しした通り、もう大会がとにかく重いと。もうやばいよね。e フットボールのね、今回の国体予選、実際にね、プレイしてる方は、もうね、もう分かると思うんですけど、もうやばい。普段、そんなに重さとかね、感じても、そんなに俺気にしないタイプなんですけど、もうね、さすがにもう感化できないレベル、俺が。で、もう改めて言いたいのはね、もう e スポーツとは何ぞやと。e スポーツ選手権ですよね、これ国体って。e スポーツっていうからには、やっぱりね、もう、技術的にね、難しいのかどうか分かんないんですけど、そのサーバーの問題とか通信関係の問題は、ね、全く知識がないので分かんないんですけど、e スポーツって言うからには、0コンマ何秒のね、操作がやっぱ勝敗を分けるじゃないですか。クリアボタンが押せた押せないでやっぱ変わるし、失点するしないが。で、やっぱそういうのがね、こう、なんか理不尽なね、重さで、勝敗が決まっちゃうのであれば、やっぱモチベも低下するし、大会のレベルも低下するんじゃないですかっていうことをね、はい、問題提起させていただきたいと思います、個人的には。でさ、まあ俺みたいな炎上勢だったらさ、まだいいけどさ、ガチ勢よ。0コンマな、ガチ勢はさ、0コンマ何秒の世界でやってるじゃん、それこそ。いや、もう相当ストレス溜まってると思うけどね、炎上勢が。これだけストレス溜まってるから。で、実際、成績どうなのかなと思ったら、上手い人ちゃんと勝ってたわ。最近回線がやばいのっていうね、疑問が出てくるかとは思うんですけど、いいえ、違いますと。はい、昔から重い問題は、ずっとありました。少なくとも、それ以前はわかんないんですけど、俺がね、ウィーレ2015始めた時からね、ずーっと今に至るまで言われてます。はい、もう9年ぐらいかな。ずっと、もうもしかしたらそれより前から言われてたかもしれない。で、その原因としてね、いろいろまあ言われてるのが、まあ地域で、やっぱり遠い県とかだと結構重くなるみたいなね、話は昔からあって、まああとはね、当然といえば当然なんですけど、有線接続じゃなくて、Wi-Fi のね、無線接続だとやっぱ重くなるっていう話がね、ずっと前から、はい、言われてます。じゃあ全部、コナミが結局なんとかするしかないのっていうね、話になってくると思うんですけど、まあ、全部って言うと違うかな。98% は、コナミさん、うん。98% は、コナミさんの方でなんとかしてもらうしかないんだけど、残り 2% は、ちょっとだけね、できるところはあるかなっていうことで、
まあ難易度はね軽いところからいくと、まあプレイの時間帯を変える、まあイフトやる時間帯を変えるってことですね。まあやっぱ昼間になるとどうしてもねあの通信の方は重くなるので、はい。であとはねちょっとあの細かい話すると眠くなってくると思うんでしないんですけど、あのルーターを変えるとかで、あとはねあの有線ケーブルのあのなんだろうレベルみたいのがあって、まあその辺ねあの調べればすぐ出てくるんで、カテゴリーいくつみたいな、はい、あるんで、まあその辺のね話は今回もめんどくさいんでしないんですけど、はい、一回調べてみてね、この辺はね別に数百円とか数千円でできるレベルの、はい、ことなので、もしねあの普段から重さ感じててちょっとなんかできないかなっていう人はそういうのねやってみてもいいかもしれない。であと難易度ねちょっと難しい人もいるとは思うんですけど、家の構造とかね難しい方ねもう当然いるとは思うんですけど、もし変えれるんだったら無線から有線に絶対変えた方がいい。っていうのもねやっぱ無線通信だとあの電子レンジとか使うだけでね Wi-Fi 不安定になるんで、あのまあ据え置きに関してはもうまあもう無線自体やるなっていうね結構言う人もいるぐらいだから、まあそうだね、できるだけ有線に変えてほしいかなっていう気持ちは俺もあるね。であと難易度高いんですけどプレステ4の人はね、まあもし行けたら、今高いけどプレステ5のね購入を検討したりだとか、あとはねその県でねいろいろまあその会社によってもねあのちょっと値段上がるけど通信プランをね高速にしたりとかっていうすることはあるけど、結局コナミさんなんとかしてくださいっていう話にはなるね。であとねこれは言わずもがなですが、もうずっとねもう毎日イーフトのね投稿関係で毎日のようにあるのが、はい、アプリも重いまあ実際やってないんでねわかんないんですけど、もうやばいらしいです、めちゃくちゃ重いらしい。結局一番最初に戻りますけど、うん、もう俺にはね何ともすることができないので、もうなんとかならないっすかっていう何の動画かわかんないけど、本当にひたすら文句言っただけだけどね、もうなんとかしてくださいと。